よいしょ。なんだかね、これは。なんだかね、これ。何作ってんの。今からホットケーキ作るよ。エルちゃん。危ないって言うじゃん。ねえ、じゃあ見てください。やだ、お顔が焼けますよ、そこにいたら。で、うん、いただきます。どうぞ。おいしい。おいしい、うん、ストロベリーとバナナの味する？うん、うん、これ混ぜたら美味しいの？混ぜたら美味しいみたい。だってこれジュースみたい。ジュースみたい、うん、うん。へえ。ほら、熱そう。パンプキンパンケーキだよ、これ。わあ。これさ、カルディで買ったパンプキンパンケーキミックスなんだけどさ、うん、なんか前ハロウィンの時に一回買って食べてみたら美味しくて、うんうん、ちょっとまた買っちゃった。あれね、確かに美味しかった。ゆりが混ぜてたら朝になっちゃうわ。いや、朝か今。よく朝こんなもんかな。うん、ちょっとこのっぽい気がするな。ボールとかがないからさ、鍋で。だからこのお鍋のサイズ、うん、万能かも。よし、オッケー、これで焼いていこう。ひっくり返らんよ、これ。ちょっとどこ、しかもこれ滑りが悪くなっちゃうね。まあ、ちっちゃいの作ればよかったかも。おお、上手。なんとかいけた。だこれはこれでさ、なんかワッフルっぽくってなんか美味しそうに見えない。うん。ちょっとぐちゃってなっちゃった。いや、でも上手にひっくり返したね。なんとかいけた。上手。ママすごいでしょ。ママちょっと。100はできないもん。やだやだ。今からいろいろ切るよ。いちご食べたい人。じゃあちょっと待ってて。ママ。クリームつけたい人。クリーム、いちご食べたい。おてていっぱかってしたい。クリームかわいい。クリームかわいいの？かわいい。ヘタも。持つ？持つ。持てる？うん。おいしい？うん、うん、じゃあちょっと待っててくれる？うん、はい、お待たせ。うん、わー、きれい。ちょっと待って、フォークと、うん、はちみつかける？うん、はい、いらない。いらない？パンケーキよ。いらない。いらない？うん、わかった。じゃあどうぞ。うん、よいしょ。大きいね。これ大きいから、うん、出てちょっと持ったらできるよ。いいよ。いちごばっか食べ
食べてないよ。ママもイチゴ食べたい。残しといてね。もうみんなミッキー乾杯。いいよ。ミッキー乾杯。ミッキー。ミッキー。チュ。ミッキー。チュ。じゃあみんなクリームいか食べてもいいよ。食べてもいいの？うん、ありがとう。でもゆーちゃんの分も残しといてね。うん。ゆーちゃんの分も。ゆーちゃんそんなこと言うけどさ、ママたちのイチゴほとんど食べちゃったじゃん。ママの分1個食べちゃったじゃん。ママは1個だけ食べたけど、ゆーちゃんって全部食べたでしょ。ゆーちゃん全部食べ過ぎちゃうからじゃない？食べ過ぎちゃうんじゃない？ママたち蜂蜜からあげよう。え、ゆーちゃんも叩きかけて。あ、そしたらここにさ、置くからさ、ちょんちょんしながら食べる。そしたらいっぱい、わー、疲れたわわわわ、何これ。蜂蜜。ゆーちゃんもやる。ほら、見て、いいだよ。よーよーん、ほら、スーパー、これ、メイドみたい、ほらほら。メイドほら。クマも食べるね、じゃあ。うん。わ、メイドなくなっちゃったー。メイドないよー。ドーン。ちょんって食べてくる。ちょっと大きいから、ちょっと、大きいのは入らない。うん。ほら、入った。おいしい。私さ、ワカサギ釣りしてみたかったの。うん。なんか本当はあの氷に穴を開けてさ、はいはいはい、やるじゃん、ワカサギ釣りって。上からチョコーンって。そう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 、あれがしたかったんだけど、まあさすがにここ氷は張ってないから、うん、普通に釣るんだろうけど、釣れるかな。てか、釣れる？ゆりちゃん。知ってる魚取るよ。え、知ってる魚頑張って取る？いっぱい釣れるかな。ママ、ん、行こうよ。行こう。もう顔見てほら、クマちゃん。慌ててしまう。なんかね、さっきの説明だとさ、うん、ちょっと厳しそうだよね。そうだね。ね、3匹お1匹釣れたらいいかなと思った。だってみんなで食べたいじゃん。そうワカサギ1匹きつくない？そうだね。結構怖いね。ね、しんちゃん平気？これ虫気持ち悪いね。あ、気持ち悪いか。うん、これかな。じゃあもう巻いちゃうの？うん、まだ多分釣れてないよ。お疲れ様だ。こんな今日はね、あんまり釣れないんだって、お魚ちゃん。うん、ワカサギのさ、天ぷら食べたいんだけどな。てかさ、わかんないんだけど、これなんかさ、うん、当たりがさ、全然ないって言ってたじゃん、うん、当たりのない釣りをしたことがないからさ、じゃあどうやったら釣れるのかが全然わかんない、一匹釣れた。
魚釣りワカサギ釣り終わって、うん、ハイマートのキャンプ場に戻ってきたんだけど、うん、結局さ私一人だけで魚釣りしたんだよね、うんうん、やっぱりさ寒すぎて、うん、ちょっとねユーリをずっとあそこに刺すわけにいかなかったし、そうだ、ね、なかなか釣れなかったからね、結局3、4時間何時間かな、うん、3時間3時間ぐらい釣ってた、ね、うん、3時間は一応粘りました、うん、で超過なんですけど何匹だと思う？3匹。正解はじゃじゃーん、おーと言いたいところなんだけど、実は、釣ったのは4匹。うん、釣れたのは4匹自分でね、うん、あとはあの管理人の方がサービスで少しおまけしてくれて、うん、優しいね、うん、若さぎ全部で4匹、4匹釣りだって、4匹釣りました、うん、はい、またね、下のキャンプ場のところでね、でもね、初心者っていうか初めての人は4匹釣れたのが良かったんじゃないかな、結構難しかった、あ、そう、難しい、ゆーちゃん食べてみる、ちょっと食べる、うん、ちょっと待って、熱いかな、ちょっと待ってよ、ちょっと熱いかな、ママが最初じゃ食べてみていい？うん。初ワカサギ。いただきます。うん。何で4匹しか釣れなかったんだろう。めっちゃ美味しい。へえー、そうなんだ。ゆり食べてみて、美味しい。カリって噛んで。どう？ん？美味しいでしょ？美味しい。だってさっきまで生きてたんだもんね。うんうんうん。なんなら今も生きてたんだと思うよ、さっきまで。あ、さっき、今も。今も今は知ってるけど。本当に釣りたてだから。美味しいね。こんだけちっちゃければもう骨とかも。うん。もう全然気にせずに食べれる。美味しい？うん、美味しいね。ママが釣ったのよ、これ、お魚さん。え、でも釣れてよかった。ね。もう最初の時絶対もう、あ、もうこれ一匹も釣れんわと思ったんよ。二人がさ、キャンピングカーに戻った後で、うん、ちょっとなんか場所変えてみたのね。うんうん、で、なんか、釣れてる人のちょっと隣というか、まあうん、少し開けて座って、うん、もうめっちゃこうやって、どうやって釣ってんのみたいな感じで、すっごい観察して、うん、で、真似してみた。たださ、なんか管理人さんは釣れないって言ってたけど、うん、釣れてる人はめっちゃ釣れてたよ。あ、そうなんだ。なんか多分やっぱり常連さんみたいで、あの、うん、魚群探知機を持ってる。で、あのなんかあの竿もさ、電動、うん、ビューと上がるみたいなやつを使ってて、うんうん、なんかそういう人はすごい釣れてた。うん、へえ。ちょっと食べてみて。サクサクでしょ。サクサク美味しい、ね。美味しいよね。うん、ちょっとサクサクで美味しいよ。うん、美味しい。ちょっとカリカリだよ、カリカリ。カリカリだね。うん、まあ、とりあえず今回はちょっと4匹しか釣れなかったから、うん、絶対次11月にリベンジに来たい。うん、リベンジね。うん、の仕掛けにさ4本、うん、針がついてるんだけど。うん、あれにさ、もうバーってついてるみたいなのが、うん、やってみたい。うん、リベンジだね、ここは。そうだね。まあ、次の楽しみっていうことです。うん。それ、これあの構成塚って言って、うん、あの建築用の部品なんだけど、うん、この下にもう1個先につけてるんだけど、あ、本当だ、このジャッキポイントのところに、うんうんうん、こう当ててこう支えることで車があの揺れにくくなる。結構中で動いたりすると車揺れてたじゃん。うん、これで支えることで、うん、もう一個こっちに
後でつけるんだけど。あーなるほど。これ2箇所刺さればあんま言えなくなるってこと？そう。へえ。このタイヤが前輪2つ後輪2つ、うんうん、でこれ2本で合計6箇所車を支える感じ、うんうん、あなるほど。なのでこれを今せっせとつけてたお願いします。おーい。すごい。夏は日差しどうしても避けたいじゃん、うん、私なんか雪とか降ってたらまあねないと濡れちゃうっていうのもあるけど、うん、今日みたいにすごい天気がいい日、うん、タープはいらないや。いらない、うん、ない方が全然気持ちいい、うん、作ってるご飯今日はなんだ。今日はこれがかぼちゃのハニーバター、うん、ハニーバターで、メインは今日はビーフシチュー。ビーフシチュー、うん、よいしょ。目が風向きで目がちょっと待って目と鼻がよし。あー楽しい。もうこんなもんかな、うん、ちょっと味見していい、うん、スパイスが効いててちょっとね。よっしゃ、あとは煮込んでデミグラスソースを入れたら完成、うん、さ、できたよ。え、ゆーちゃんのチーズは あるよ。え、ゆーちゃんのチーズあるよ。で、これとこれが、うん、そうだよ。わ、これより。そうだよ。で、たんガチッと食べよう、これ。うん、大きいかな。え、カニ、カニ、カニ。乾杯。ゆいちゃんも乾杯する？乾杯しない。今日はしないのね。気まぐれね。じゃあ、いただきます。いただきます。甘い。ママ、朝ごはん食べたい。うん。お布団片付けたら朝ごはんでしょ。うん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほら、できたよ、ほら。おお、寒いな。
霜が降りてるね。あ、テーブルとか、あ、カチカチだ。何度だ今。ちょうど0度。あー寒いわ。あ、椅子も、あ、冷たい。薪もこれは今日はつけられないな。わあ、いちごとバナナよ。え、また？でも一緒。でも、うん、書いてないじゃん。あれ今日書いてなかった？今日ほら。本当ね。上にはでも絵が書いてあるね。でも下は B I O があるけど。開けて。そうね、 B I O だね。うん。はい。うん、じゃあパンが食べたいの。チーズとケチャップはじゃあ。チーズとパンがいい。チーズとパンだけにする？うん。ケチャップいらない？うん。移動したおかげでソーラー充電が始まったね。うん。昨日の夜寝てたところがさ、うん、まだ日陰ないよね。そうそうそう。だけどちょっと日向のところに移動してきたらチャージが始まる。うん。ファンのいいよね。すぐ移動できるから。ね。天気良さそうだね。うん、天気いいね。じゃあヒーターの温度上げましょうね。うん、上げないの？うん、え、十分あったかいよ。あ、そう、うん、でもエフヒーターつけた電池が火を溶けちゃうよ。もう大丈夫だよ、消えないよ。まだ消える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 か。暑いからイチゴから食べて。うん、いただきます。なんかゆっくりできたね。できたね。結構寒かったけどね。でもやっぱなんか冬キャンは空気が澄んでていいね。うん。ここは絶対またというか何回も来ると思うよ。そうだね。うん。じゃあキャンプ楽しかった？うん。じゃあ帰ってこれ行こうね。うん。また行こうね。Ha ha ha!
もう一回。